敵が現れた。これはミラージュの気配。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。今がチャンスみたいよ。その技で行きましょう。しびれろ。みんなついてきて。キリアさん、グー。終わりにしてあげるわ。シーダ、私に力を貸して。せい。よか、みんなありがとう。マイコンプレックス、これが畑中さんの言ってた写真集。すごい、見てるだけでドキドキしてきちゃう。これがプロの作品。撮る側も撮られる側も徹底的に見せることを追求し、妥協していない。何かつかめそう？舞子さんの写真を見ていて気づいたの。どの写真の舞子さんも安心してるって。トーマくん、マイコンプレックス、私ももっと見ていい？え、ああ、おう。どうしたの？男なら仕方ないんすよ。特にこのページとか、こうプライベートを覗き見してるっていうか、恋人に見せるような仕草とか表情にグッときちまうんです。おかしいな、写ってるのはあの舞子さんだって分かってるはずなのに。で、今の俺興奮しすぎ？そうね。笑ってごまかされた。ともかく、それって舞子さんの子を取ってほしいと堀之沢さんの子を取りたいが一緒だったからじゃって思った。だから舞子さんは堀之沢さんに全て委ねて、こんなにドキドキする写真集ができたんだよ。それに比べて私は恥ずかしい、早く終わってって思いながら、言われるままにポーズを取っただけ。それじゃあ怒られて当然。私を撮ってくれるスタッフにも、見てくれる読者にも失礼だよ。マイコンプレックスを見てそれが分かったから、私もう撮られることから逃げない。
カメラと、そして私を見てくれる人みんなに真正面からぶつかっていかないと。そっか、うん、翼らしいと思う。それで樹君にお願い、私の考えたこう撮られたいってポーズに男の子目線でアドバイスして。わかったよ、俺の意見でよければ。求められるのは小手先の技術じゃないと思う、思いと魂の発露だ。うん、樹君、もっともっといけるかな。表情に憂いと恥じらいも欲しい。こう？ああ、いいと思うけど、翼ならもっともっと上を目指せる。今度はポーズに喜びと期待があれば。私、やってみせるよ。コケティッシュに、それでいてソウルフルに。これでいけるかも。やったな、翼。上出来よ。そのポーズをさらに磨けば、きっと堀の沢を満足させられるわ。レディアント、どんなのが、次は何、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。シーダ、翼、やっ、もっと羽ばたけ。私、これできっとホリノザーさんを納得させることができるよね。ええ、翼は頑張っていたもの。うん、私やるよ。いつきくんと一緒に考えたこのポーズで絶対舞子さんを助けるんだ。頑張って翼。